はい、皆さんこんばんは。はい、ラジオ番組の時間だよ。はい、ということでございまして、よくわかりませんが、インディアンサマーで暑くて汗だくだく。暑いね。いや、もうこんなね、こんなだくもう大変ですよ、この暑さ、ね。どうしたらいいんだろうってぐらい暑いんだけど。まあ、せっかく涼しくなって喜んでたのね。うん。雨だった時ちょっと涼しかったんですけど、本当にね、そうだったんですけどね。まあ、しょうがないですよ、そう言ったってね。まあ、インディアンサマーの中が終わると、ちょっと涼しくなって、うん、そしてその後今度は何だっけ、サンタのウィンドウが吹いてまた暑いんだよね。ずっと夏かよ。そんな感じですね。なんか冬がなくなっちゃったね。そうなのよ、もう本当にね。まあ大体11月頃までは泳いでるってのが当たり前だし、そのあたりが12月まで泳いでるありうってでしょ、ね、お正月の扇風機のやつ。さあ、そんなわけでね、どんな形であろうと、ラジオ満足ですからね、賑やかに行ってみたいと思いますね。もう本当に、もうね、年末日本局も決まりましたんで、楽しくやっていきましょうね。それでは行きます。いいですか。はい、ラジオ満ジャック。はい、そんなわけで、あのね、一番困るのがね、やっぱりね、暑かったり寒かったりするでしょ。で、人間ってやっぱりさ、汗でコントロールするじゃない、体温を。そうするとその汗の出るとか止まるとかで風邪ひくんだよね、どんなこと言ったって。これ困るよね。元気ないもんね、今声ね、みゆちゃん ね、声ますますちっちゃくなって、もっと前だよ。外のさ、空気とかもさ、乾燥してるからさ。そうなんですよ、うん、ね。まあそれでもね、まあそんな感じで、夜熱帯夜になってみんな怒ってんだけど、キャスレッツ怒ってんだよ。怒ってた、本当笑っちゃうよ。そう、まあね、ふざけんじゃねえとか言って、特にあの俺とか行った時に、とか言った美容院の、あの岡本さんという人がさ、いいですよ、ハリウッドだから、うちなんかグレンデールですよ。グレンデールっていうからさ、なんかさ、しょうもないヤフードの話かなと思ったら、暑いんですよ、グレンデール暑いそうですよ。暑いんだ、はい。そうです、まあね、そんなこともね、ありまして、まあね、暑い中をね、なんとか過ごしてるんですけど。うん、はい、まあね、これね、これを収録した昨日、昨日ってこと言ってたって言いませんよ、うん、まだあれだからね、収録した昨日に、ちょっとね、撮影しにね、プールサイド行ったんだ。あ、やっぱ泳いでんね、まだね。あ、だって泳げるよ、自分。うん、泳いでる、泳いでる。しかも日中なんて暑すぎるから。あとね、暑いから、足だけ使ってる人がいた。足だけ使って本を読んでるとか。なるほど。それも手かなと思って。やっぱりみんなね、暑いんだよ、どんなこと言ったって。暑いよ。うん。いや、この間ハト死んでたからね。あの、暑くてハトは死んじゃうんだよね。もう信じられないよ、本当に。慣れてないの、ハトもね。慣れてない。昔さ、エジプトでハトすごかったよね。すごかったの。石像のくぼみのとこ、目のくぼみとかに。そうそう、正確に言うとね、スフィンクスの目のくぼみのところがハトの避暑地なんだよね。なんか動いてるのでぐじぐに動いてる。みんな溜まってて、そう、あとホテルのプールで泳いでると、プールにダイブしてくるのね。で、ごくごく水飲んでまた去っていくっていうね。もうあいつらもうすごい ね。ハトってなんかすごい生命力あるよね。あるある、強いよ、意外と。俺ね、昔ほら靖国神社にね、ちっちゃい頃からずっと靖国神社行ってたんだけど、行くでしょ、そうするとハト豆を買って豆で餌やるんだよ、で昔の頃のハトはね、寄ってきてフォー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 とかいうの寄ってきてね、喜んで食べたの、で手に止まるかなと思ってやると、あの手に止まろうとするんだけど、臆病でちょっと止まっても逃げちゃったの。最近のハトすごいね、追っかけてくる。豆持ってきた瞬間に全員来てさ、バーッと体中に止まって、もう食いまくるからさ、もう慣れてる、ね、子供なんかギャーギャー泣いてる。私も追っかけられたよ、ハトに。なんてすごいんだね、ハトってね、あんな弱っちいのに、あのハト飼ったことのある人だったら知ってると思いますけど、ハトはくちばしでつついても全然痛くないじゃん。痛くないね、全く痛くないんだよね、うん、あの動物のことになるんだけどさ、あのウサギ、あれは怒ると怖いってのをあの YouTube で見て。そう、鹿とかウサギはね、鹿すごいね、許してくれ、見たでしょ皆さんね、私のあれにも買ったやけど、もうとにかく鹿がね、突然要するに立ち上がって人間を殴りまくる、蹴るんじゃないんだよ、眉毛で殴りまくる、すごいね、許してくんないよ、ね、許してくんない。それずっと撮影されてて、撮影してるやつ助けてやんねえのかよって。そうだね、あのウサギのヘビもすごかったよね。ウサギ対ウサギがね、もうヘビをね、もうすごい、もうやっつけ、許してくんないんだよね、まあ、それ考えちゃって YouTube って面白いの買ってるよね。最近すごい面白かったのさ、犬のような猫っつって、猫がいるんだよ。それでなんか丸い、あのなんかさ、あのなんだろう、お手玉みたいなやつをパンと投げて取ってくんの。それで目の前でポッと落として頭を撫でられて、もう一回行くとね、また身構えて、あ、犬なんだ、犬、犬の動きがあれもね、すごいなと思ったね。だから猫も犬も何も関係なくて、やっぱり人間と仲良しってのはね、いろいろいるもんだよ。 YouTube って面白いですね。面白い。みーちゃんあれ見たことある？あのほら、子供が叱られてて、お母さんに叩かれてる、スリッパで、そうすると 2匹の犬が真ん中に入って、お願いだから許してくれ、許してくれっつってさ、威嚇するわけでもなくて、お願いするの、お母さんに。でもお母さんは許さなくて、子供のこととかでわざとやってるのかもしれないんだけど、そうだね、そうするとまた犬が真ん中に入って、自分が叩かれてもいいからやめてよって言って、あれ見ても可愛いね。
中国人の方たち犬食べちゃいけませんとかしょうがないやな。あの見習いましょうっていうのかと思った。違うか。いや犬食べないでね。まあでも俺たちイルカ食ってるからね。俺イルカ食わないけど。俺も食わない。ちっちゃいからクジラ食ったからね。いや給食で出たから。そうそう、だってしょうがないんで、タンパク質の源として、うん、俺たちの小さい頃なんてな、ね、牛なんて牛なんてないんだからさ、はっきり言って。あ、そっかそっか。クジラしかないんだよ、陶芸国なんだからさ、昔から、うんうん、逆にクジラって珍しいけどね。なかなか全然珍しいよ、だって美味しくないから。理由簡単だよ、美味しくないんだよ、うん、だからクジラをわざわざね、クジラのベーコンとかクジラの山積みとか美味しくなかったもん。これは肉じゃねえと思ったよ。なんかすごいこう脂身だらけでね。そう、今日はお肉よって言われた時にこいつ騙されたと思ったね。やっぱり豚より安いでしょ、鶏より安いでしょ。そうなんだ。クジラ一番安かったね、やっぱ取れるから、うん、でも今逆に高いんじゃないの。うん、だからさ、別に自然に食べないよね、うん、ましてやイルカなんか食わないしさ、ちっちゃいやつなんかね、だからまあそんなことはまあね、どうでもいいんだけど、まあ YouTube の中でね、いろいろね、偽物も本物も出てて、別の時に話さなきゃいけないこともあるなと思いながらも、うん、楽しい YouTube、動物に癒されてますよ。みゆちゃんが見た中でなんか面白い YouTube あった？あんまない？YouTube は、あ、ですね、猫がショーやるやつがちょっと印象的で。すごいのいたね。すっごい猫がいて、猫ってね、せいぜいね、ご飯食べたいとか言うぐらいの芸しかできないと思ったら、ちゃんと芝居してるショーやってる猫がいて。そういう YouTube もあったね。あれびっくりした。あれ後から出てきた犬よりずっと頭がいいんでさ。いや、あの猫は、あんな猫初めて見たよ。うんうんうん、芝居するの、ちゃんと猫が。すごいよね。で最初ね、なんか猫が攻撃性があるのをね、利用してやってんのかと思いきや、その後のおとなしくなり方とか、うん、逆立ちしたりとか。すごいよね、本当に猫あんなことやるんだと。まあね、動物たちってね、本当に頭がいいなと思うのがね、ずっと出てて、うん、あと俺 YouTube でもっとすごかったのが、あの2つあるんだけどね、1つは牛、牛がね、うん、要するに突然出てきて鍵開けてみんなのところに餌を出してあげるとかさ、もうすごいの、鍵の開け閉め、あと水道の蛇口、井戸のポンプを自分で押して水を出すとかさ、利口すぎだって、ね、あれもやばいね、確かに。さ、しおちゃんってまだ元気でやってる。ああ、どうなんだろうね、いたね、しおちゃんっていう。しゃべる猫。そう、あのすごくあのなんだろうね、飼い主と仲良くて、いつも帰ってくるともうすごい懐いてくるんだけど、うん、おかえりとか言うんだよね、うん、で、おかえりとか言ってさ、それで何なの、どうしたの、今は二人の時間とかさ、二人の時間って猫が言うかって。で、遅れてくると怒るんだよね。怒って、おキャンとか言って、なんか怒るの。おキャンって何って、あんましつこく聞くと、バカ野郎とか怒られちゃって。バカ野郎ひどくないとか言って。いやー、しほちゃんいたね。しおちゃん、しおちゃん。全然し、しおちゃん。もう一人いたね、お刺身さんっていうのはね。お刺身さん怖い。なんか撮影者のことすごく嫌ってて、カメラ持ってるわけじゃなくて、そいつのこと絶対嫌いだって襲いかかる猫とかね。そうなんだね。あれは普段から攻撃的だと思ったんだね。いろいろね、YouTube 楽しめますよ、本当に。だからね、なんか知らないけど、Facebook から面白い YouTube を拾うっていうのがよくあって、あともう一つあったってやつはね、あの鳥。鳥がね、あのインコと、鳥ってね、あの餌やるんだよ。犬に餌やったり。ね、あと黒鳥ね、白鳥の親戚の黒鳥みたいなアヒルみたいなのが、鯉に餌やる。海の。でもね、鳥って頭いいからさ、うん、猫対猫の喧嘩をけしかけてるカラスがいたよね。いや、カラスは頭いいよね。なんか猫に喧嘩させてんの、うん、何が目的かわかんないけど、うん、2匹の猫喧嘩して、なんでかって後ろからカラスが煽ってて、うん、あのね、あれ何だったんだろう。カラスってね、すごい頭いいなと思うのは、あのこれ悲しい話、人間と共存してるんだよ、うん、だからあの結局ね、人間の生活が大事なんだよ。でもね、カラスっていろんな嫌がられるから駆除されちゃうじゃん。でもね、人間を恨むと、もっとやられることが分かってるから、我慢するの、カラスって。すごいな。仕返したい気持ちを持ちながらも、あの、それ以上のことをしないっていうね、カラスの頭の良さ。うん、人間あってのカラスだっていうかね、カラスの世界だってところ分かってるから、あの、カラスはすごいなと思いましたね。カラスってさ、うん、色と鳴き声で損してるからさ、あれがもっと、綺麗な色。俺ね、だからさ、今でもよく分かんないのは、いい声だったら、カラスと球環鳥って、どこがどのぐらい違うのかよと思わない？球環鳥だって黒いじゃん。ちょっと目の周りが黄色いとかあってさ、それはそうだけど、喋るでしょ。カラスも喋るよ、うん、すごいんだよカラスって。もうハトもさ、似たような生き方じゃない、うん、でもハトは嫌われてる、うん、いやだからさ、ハトってあんなに弱いのになんで強いんだろうね、と思うね。だってどう考えたって、スズメやカラスより桁違いに弱いのに、ハトってさ、生命力だって全然叩かれても痛くないし、疲れても痛くないし、うん、何にも行動できないよな。文鳥の方が痛いよ、うん、文鳥痛い、文鳥がだってグリグリグリって噛んでくる。痛かったよ、ね、インコも噛んでくるよね、うん、まあ最近はね、なんか赤線インコが野鳥と化してると、オーストラリア化してるということですから、うん、そうそう、いっぱい飛んでるらしいよ、うん、オーストラリアではね、普通にいますからね、スズメだからね。あ
はい、そんなわけでございまして、ラジオマニアック終わりの時間がやってきました。うん、また来週もね、楽しくやりましょうってことで。はい、それではさようならです。どうもありがとう。終わんねえかな。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。